日本代表の試合は見たことがないです1990年代半ばにバスケットボールの全国選抜優勝大会で取材した有力選手の発言は今も印象に残っている。写真、顔の大きさがバスケットボールの半分くらいしかない広瀬すず当時の日本は五輪も世界選手権にも手が届かなかった。多くの高校生たちの目標は早退や選抜大会で勝ち。 大学や実業団でプレーを続けること。サッカーやバレーボールと比べて、世界、への関心は薄かった。風穴を開けたのが野代校で9冠を達成し、高校生初の全日本代表候補に選ばれた田伏優太。卒業後は大学や実業団の誘いを断り、米ブリガムヤング大ハワイ校に進学。身長173センチと小柄な体で、 NBA プレイヤーという途方もない夢に挑んだ。3年半で大学を中退して日本リーグのトヨタ自動車に入ったが、1年後にサイトベーすると独立リーグで結果を残し、4年についに NBA のサンズと契約。同年11月、日本人として初めて NBA のコートに立った。あれから19年、日本が W 杯で48年ぶりに自力でのパリオリンピック。 五輪、出場を決めた。チーム唯一の NBA プレイヤー、渡辺裕太の冠類を見ながら、田伏のことが遠い残像のように蘇った。渡辺も人生学園卒業後、周囲の反対を押し切って、ジョージ・ワシントン大に留学した。進路に悩んでいた頃、渡辺の父・秀幸さんに電話をかけて、絶対に行かせてください、と伝え、背中を押したのが田伏だった。その後、 八村塁、W 杯代表の富永啓生らが続き、今では海外挑戦組も珍しくなくなった。一方で国内の環境も劇的に変化した。90年代まで実業団選手の大半はサラリーマンとの兼業だったが、16年にプロの B リーグが誕生。福岡第一高時代に B1 最年少出場を果たした河村祐希をはじめ、若き才能を引き上げた。 その河村は小学生の頃から田セのプレーを毎晩 DVD で見て目に焼き付けたという。ポイントガードの役割、楽しくバスケをプレーする姿、パスのバリエーション、プレーの想像力が自分の中で培われたと思います。間違いなく田セ選手を追って今の僕のバスケ人生はあります。スポーツゴジラ51号。日本の48年ぶりの快挙は、 あの田伏の孤独な戦いと間違いなく戦で繋がっているのだ。20年の歳月とともに彼が果たした功績の重さを改めて実感した。そして田伏の切り開いた道を歩んできた河村や富永たちの眩しい笑顔がその先に訪れる日本バスケットボールの未来を明るく照らしているように見えた。首藤正則。